大浜公園に車止めて今歩っきょんは堺市です。これあれやな、高速湾岸線の下にあるんやけど、今から行くんが、旧の堺灯台を見に行こうと思います。ノボパンの会社の壁が、昔のこう堺の港描かれてます。ノボパンっていうのはご飯とか作る会社。右側にちらちらと見えよったと思うけど、これが旧の堺灯台。なんか灯台も窓があって可愛い感じやな。でこの上の高速と下のこの曲線がちょっとおしゃれやな。下行ってみよう。下から見上げたらこんな感じ。こない高はないけど、昔は周り何もなかったけん、こんだけ低くあっても行けたんだろうな。ただやっぱり大阪都会なだけあって、海の水はどうしてもな、ちょっとあんまり綺麗ないけど。ロマンや高い。南蛮貿易に栄えた時代に商人たちで賑わった様子をイメージしとんやって。過去から現在の堺の港へやってきた人々のようにさ、堺の町へ行ってみようって書いてある。このずっと堤防というか階段なっとん、綺麗なレンガで作られて。であれ誰、あれあっこに立っとる人、ちょっと待ってよ。誰って？ボーリングのピンって言うの。ボーリングのピンちゃう。ボーリングのピン書いてあるわ、あくまでいて。うん、ダレラゾエって書いてあったわ。書いてあった？あのさっき。ほな、なんか今とりあえず目的もなく歩きようけど、あの像に向かって行ってみよう。こっから真正面に来たけど、こっからでも遠い。だけど頭にドラゴンが乗ったようにしか見えんのよな、なんかのアニメの世界。で、こっちが誰かわからん、手振りよる。近づいたらわかるかな。この人がルソン・スケザエモンさんでした。この人はフィリピンに渡った貿易商の人で、フィリピンから持ち帰った茶壺が人気だったよな。ほんで、ごついお金持ちになったらしい。で、この茶壺は未だに、堺駅に飾られとんやって。レプリカな。レプリカやけど飾られと。誰に手振りよん。スケザエモンさん、誰に手振るよ、あれ人誰？誰あれ、絶対頭にドラゴン乗っとうけん。竜女神像。竜女神像。うーん、アップにしたけど、あ、男の人と思ったけど女神だったん。頭に竜乗っとんかな、ちょっとこれでは分からん。あ、風が吹いて涼しい。海そばやって。ラーメン屋さんな。おしゃれ。シマットっぽいけど。おしゃれ。あ、ピザ。